サボイア・マルケッティ S65 サボイア・マルケッティ S65 は1929年のシュナイダートロフィーレースに出場するためにサボイア・マルケッティが開発した競技用水蒸気である。設計はアレッサンドロ・マルケッティによって行われツインビームで尾翼を支え操縦席の前後にエンジンを送れアウトが試みられた。1929年のシュナイダートロフィーレースまでに40日しか なく、トマス・ソダルモリーンによって試験飛行が行われたが、レースには間に合うことはなかった。低翼の肩持ち翼で短い胴体の前後にエンジンとプロペラを配置して空気抵抗の減少とプロペラによる反動トルクの解消を狙ったもので、尾翼は翼から伸ばされ、フロートから支持された2本のビームで支えられた。エンジンは、急ったフレスキーニーアッソ百五十。 HP エンジンをレース用に改造した、急ったフレスキーニーアッソセニ HP エンジンであった。1930年1月、フロートと翼が改良され、重量軽減された。1月18日、ガルダコの高速飛行研究所で、ダルモリーンの操縦で試験が行われたが、離水後機体は姿勢を崩して墜落し、ダルモリーンは殉職した。機体の残骸を調査した結果、 微翼を駆動する部材の強度不足による変形による事故であった。ジョルジョアポストロ、グイダーリエリプラニーディ、イタリアダルオリニニアドッチ、ミラノ、アーナールド・モンナドリエジトレ、1981、P104。ありがとうございます。